はい、皆さんこんにちは、しなたんです。今回は結構いろんな YouTuber さんも紹介してるんですけど、ゴーゴーシングっていうサイトでお買い物したので、今日はそれをご紹介したいと思います。ではレッツゴー。はい、では紹介していくんですけど、私はライブでもう紹介してしまったので、ちょっと袋から出てる形になるんですけど、一つずつ紹介していこうと思います。まず一つ目がこちらのトップスです。この T シャツなんですけど、袖がね長めになっててすごい可愛いです。素材はそんなに分厚くはないからちょっと寒いかなとは思うんですけど、中にヒートテックとか着たりとか、上からアウターを羽織っても可愛いし、ボトムスにインしやすいなってすごく思います。丈もねロング丈なので、ちょっとお尻が気になるなっていう方は前だけインして着たりしても可愛いかなって思います。なんかこういうベーシックな T シャツとかって、私長袖の T シャツあんま持ってなかったので、ちょっと今回買ってみようと思って買ってみました。黒だから何でも合わせやすいし、これからどんどん着ていこうと思います。2つ目はじゃん、こちらのボトムスです。これと緑なんですけど、こういうなんかタイトめなスカートをよく履くんですけど、私最近なんか緑ってすごい秋っぽくて可愛いし、個人的にこの黒と緑の組み合わせがすごいタイプで、と一緒に合わせて着たりしたいなと思って今回買ってみました。形も A ラインの形になっているので、すごく足が細く見えると思います。でびっくりしたのが、すごいこれ伸びてくれるので動きやすいなと思います。これ2700円の割にはすごい生地がしっかりしてるなと思いました。実際私もそんなに期待してなかったんですけど、ぶっちゃけ割とね素材もしっかりしててめちゃくちゃいいなと思いました。3つ目がじゃん、こちらのニットになります。黒のニットなんですけど、袖がボワンってなってて、で手首のところでシュッとなってて、すごい可愛いなって思いました。でこれも素材も結構しっかりしてるので、とても良かったです。なんかもう黒のニットって何枚持っててもめちゃくちゃ使えると思うし、私は何よりこの形が可愛いなと思って買ってみました。スカートと同じ値段だったんですけど、これも2700円なのに、その割には結構生地がいいかなと思います。で4つ目がじゃん、こちらの赤の T シャツになります。丈が短めかななんですけど、袖が可愛いんですよね。袖がお化け袖になってて広がってるんですよ、手首のところが。やっぱ韓国っぽいなって思いました。これもこんな感じで袖すごく長いです。で首元も詰まってるので、秋冬でも寒くならず着れるかなと思います。下にヒートテックとか着とけば全然いいかなって思います。すごい安かったんですけど、結構私これ気に入ってます。ちょっとまだわかんないですけど、洗濯したら伸びちゃうのかなとは思います。でラストがじゃん、こちらのチェックのシャツです。ちょっとこれ私っぽくないなと思う、すみません皆さん私っぽくないと思うんですけど、今回ちょっとね、こういうチェックのが気になってたので買ってみました。でこれは生地がすごい分厚くて、秋冬にぴったりかなと思います。でもちょっとこれもなんか、なんだろう、なんかちょっと繊維、プラスチックみたいな繊維があって、ちょっとチクチクしちゃうのが、そこだけがちょっと残念かなとは思うんですけど、でもすごい可愛いです。ベージュとブラウン、オレンジっていう色合いで、とても気に入ってます。はい、こんな感じで今回私が購入したものは以上になります。計5点で1万760円でした。私ライブで紹介した時に、これで1万いかなかったすごくないみたいな言ってたんですけど、もうじゃんじゃん超えてました。すみません。本当に申し訳ないです。嘘つきました。本当にサイト自体も本当に韓国が大好きな方すごい好きそうな感じのサイトになってて、洋服とかもなんかすごい韓国系の可愛い子向けのファッションがとても多かったので、そういうファッションが好きな子はめちゃくちゃいいサイトなんじゃないかなと思います。私にはちょっと甘すぎるかなと思ったんですけど、こういうなんか T シャツとかも普通に売ってたりだとか、私でも芸術そうな洋服とかもたくさんあったので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。配送はどうなのって思った方いると思うんですけど、配送も結構早めで1週間以内には絶対届くようになってると思います。私も今回4日か5日かそんぐらいで届きました。はい、また今後もちょっとゴーゴーシングチェックしていきたいなと思います。で、あともう一つ皆さんに重大告知があるんですけど、10月の26日の木曜日の深夜2時1分から CBC で放送される調べたガールというテレビ番組に出させていただくことになりました。前にもちょこちょこ青春ライブチャンネルっていうミックスチャンネルのテレビ番組に出させていただいたんですけど、それは東京でしか見れなくて、で私愛知県に住んでて自分も見れなかったんですけど、今回の調べたガールは愛知と
中部地方かな、中部地方かしわかんないんですけど、そこら辺限定になるんですけど、はい、出させていただくことになりました。で今回ちゃんとスタジオに行って収録をしてきたんですね。で収録っていうのが初めてですごい緊張したんですけども、ちょっと頑張って喋ってきたので、ぜひよかったら見てください。ハロウィンとかインスタグラムとかについていろいろ語ってきたので、ためになる情報がたくさんあると思うので、ぜひ皆さん見てください。では最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバーイ。I'm not the guy.